このバカでかいチャクラは来るぞ。派手な登場だね。まったく小僧、憤怒の恐怖を教えてやる。お、なんかすごい怒ってるんだけど。こいつらは雲隠れの上人、真ん中のでかいのは雷影だ。簡単には通してもらえない。そういえばカリオ、さっきの衝撃を利用してうまく隠れたようだ。逃げ足だけは早いよね。まあいいけど、そうしてもらった方が思いっきり暴れられるし。我が弟 B の仇、この雷影で自らが取ってくれる。戦闘開始。完膚な海賊を味わうぜ。俺の邪魔をする。いや、援護をする。その分に気をつけろ。余計な真似を。俺の目的は断層だ。そして冷静になれ。うお、ちょこちょこ死のだ。足元が消えろ。大神様、傷を負ったのなら俺が回復します。もうやめた。今は徹底的に攻めるのみ。サスケのやつ、今は雰囲気が悪しだ。できるだけ俺たちでフォローするんだ。宇宙のサスケか。シャリンガンだっつってもうちのボスには勝てねえだろ。そろそろ終わらせる。大金は決して倒れぬ。一人に慣れてないよ。上へ届け。このまま一気に消えるんだ。何をやるの、どうしよう。そいつはどうすっきりしたぜ。勝負あり。すっきりしたぜ。手応えがない、こいつ。雷影様を相手にここまで。内葉のやつ、思いのほかやる。だがその程度じゃうちのボスはやれねえよ。ねえ、あの余裕ってあれだけあって実は効いてないってオチ。さすがは雷影といったところか。ふん、遊びはここまでだ。そろそろ蹴りをつけてくれる。砂漠のガーラか。なぜ邪魔をする、風影。返答次第では許さんぞ。内葉サスケには俺個人として話がある。サスケ、お前の目は昔のままだな。復讐を生きる糧としても何も解決はしないことを俺は体験してきた。お前ならまだ間に合う。憎しみに取りつかれ
人の世界に逃げ込むな。帰って来られなくなるぞ。で、俺が帰ったとして、そっちには何がある？ガラ、やめとけ。説得できるならナルトは失敗してねえじゃんよ。そもそも五影階段を襲撃した時点で国際手配される。との道、こいつに未来はない。サスケ、お前は俺と似ている。この世の闇を歩いてきた者だからこそ、小さな光明ですら目に届くはずだ。俺はとっくに目を閉じた。俺の目的は闇の中にしかない。地上を挟むな。お前は風影だぞ。ああ、分かっている。お前の憎しみは俺に遠くを呼ばない。俺の怒りは、俺の絶望は、お前以上だ。雷影をなめるな。俺の闇を見せてやろう。断層の居場所は突き止めたのか。え？断層の居場所は分かったのかと聞いている。そりゃ突き止めたけど。案内しろ。水月と十五はどうするんだ？あいつらのチャクラはまだ。放っておけ。それよりも断層だ。サスケ？ぐずぐずするな。早く案内しろ。
あっちだ。おい、一人じゃ無茶だ。断層は必ず俺が。助けだ、捕らえろ。この分かれ道、どっちも断層のとこには行けるけど。待って、サスケ。妙に静かだ。強いチャクラも感じない。コツ。モタモタするな、カリン。サスケ、少しは冷静になる。一つかな。ここより先には行かせん。
ここか。そろそろじゃぜ。したの。やっぱりいい男ね、うちは一族って。いい男なのにもったいないわ。邪魔をするな。せめてとろけるようなキスをしてあげる。戦闘開始。逃げられない。いつかねだろうが関係ない。これを邪魔するのも。お金を襲った時点であなたに未来はありません。残念ですがここで消えてもらいます。妖怪の罪。なるほど、肌のいい男じゃないようで。僕は行けますよ。じゃさめた。うそ、殴って生きちゃった。あいや、俺は無知だ。何ていうバカバカしいチャクラの申し主だ。動きが速い。想像以上のやり手ね。俺に水谷様をお守りするのいいな。あ、ないね。大丈夫だ。どうする。勝負あり。わしら五影を相手にここまで粘るとはな。なかなかの小僧じゃったが、ここで終わりじゃぜ。お前に恨みはないが、忍びの皆が死を望んだ。じゃあの。サスケのチャクラがない。そんな、それじゃ。そりゃそうじゃ。体ごと分子に近いレベルでバラバラにしたんじゃぜ。次はお前じゃ。いや、それは遠慮願おう。その女はまだ使い道があるんだな。まずは、はじめましてと言うべきかな。
あなたは何者？自己紹介は、そうだな、もう少し待ってもらうか。どうせならみんなが揃っていた方がいい。どういうことじゃ？うちはサスケ。なるほどの。サスケはどこだ？わしが塵にした。なんだと？あれはわしの獲物だぞ。はずじゃったが、やつに邪魔されてしまってな。ん？誰だお前は。これで揃ったな。団蔵はいないが、まあいい。お前は誰だと言っている。質問に答えろ。だな。だが俺についてはもう予想がついてるだろう。やはりか。まさか本当に生きているとは驚きじゃぜ。そう、俺の名は内葉マダラ。お前たちにある話をするためにここまで来た。話だと？ふん、暁の話などどうせろくなもんではない。理解はできん。少し落ち着け、雷影。聞くだけ聞いてそれからじゃぜ。さすがは土影、聞き分けが良くて助かる。サスケ。お前はサスケを回復させておけ。俺も奴の時空間忍術か。では話をさせてもらおうか。俺の計画含めもろもろな。計画？そう、俺の計画、すべてが俺と一つになる月の目計画だ。ん？一つになる？どういうことだ？陸道仙人、お前たちもその名は知っているだろう。陸道仙人じゃと？あの忍びの祖と言われる伝説の忍びのことか？そうだ。かつて陸道仙人は世の者たちから神のように崇められていた。それはなぜか。彼は救ったのだ。とある化け物からこの世界をな。ガーラ、お前もその化け物の一部が封印されていたに過ぎない。そいつは美獣すべての集合体、最強のチャクラを持つ存在。その名を獣尾という。獣尾だと？美獣は九尾までじゃないのか？違う。奴らは陸道仙人の手によって獣尾のチャクラを九つに分散されたものだ。嫌な話の流れじゃぜ。だからお前らは美獣を集めていたのか？陸道仙人は獣尾から世界を守るためある忍術を開発した。お前たちもよく知っているだろう。人中力の封印術システム、あれがそうだ。陸道仙人は封印術を使い獣尾をその体内に封じ込めた。体内に封じ込めた？それって？その通りだ。陸道仙人は獣尾の人中力だったのだ。人中力だった？陸道仙人が？お前が美獣を集めその獣尾の力を手に入れようとしているのは分かったが、そんな力を手に入れてどうする？獣尾復活。そして俺は獣尾の人中力となる。己の動力を巨大化させある術を発動させるためにな。ある術？なんじゃそれは。一体何をするつもりじゃ？月に己の目を投影する大幻術、無限つくよに。地上に存在する全ての人間に幻術をかける。俺が全ての人間をコントロールし一つにする。わだかまりも争いもない平和な世界だ。全ての統一、それが俺の月の目計画。ふざけるな。お前などに世界は渡さん。幻の中の平和などごまかしだ。現実の世界で成し得てこそ意味がある。今のこの世に希望などない。それはお前たち五影が最も理解しているだろう。希望とは諦めに等しいものだ。それこそごまかしのセリフでしかない。こちらはすでにほとんどの美獣を集めた。
もはやことは俺の思う通りに動いている。あとは2匹8尾と9尾を差し出し俺の計画に協力しろ。さもなくば戦争になる。8尾だとどういうことだ。 B はお前たちが8尾の捕獲は失敗し逃げられた。あれこそ人中力として完璧な忍びだ。お前の弟だけある。あのアホンミ、これを機に外へ出て遊んでるのか。でどうする。お前たちの答えを聞こうか。渦巻きナルトは渡さない。もちろん弟も渡さん。俺には力はないが、これまでに集めた美獣の力がある。お前たちに勝ち目はないぞ。希望は捨てない。いいだろう。第四次忍海大戦、ここに戦線を布告する。貴様本気で言っておるのか。冗談でこんなことを言い出すほどバカではない。今度は戦場で会おう。はあ、さてどうしたもんかの。忍び連合軍を作るしかない。7体もの美獣の力に対抗するにはな。私もそれしかないと思います。雷影殿はいかがかな。弟は無事だったようだが、これ以上暁にダラダラと振り回されるわけにはいかん。忍び連合軍を作り一気に蹴りをつける。木の葉はどうする。火影が逃げたままじゃぜ。断蔵は黒い噂が絶えん。今回の件でわしらの信用を失った。もはや木の葉内での立場も危ういだろう。いずれ失脚するはずだ。ならば忍び連合の話は信用できる木の葉の忍びに俺が伝えておく。誰だ。シャリンガンの畑カカシだ。あの男か。いいだろう。断蔵よりは信用できそうだ。雷影様、すぐにでもキラー B を探す手配をつけましょう。暁が8尾と9尾を狙っているなら、奴らも B を必要に追っているはずです。うん、すぐに捜索隊を編成して B を探し出すのだ。岩、霧、砂、木の葉にはキラー B の情報を提供する。それをもとに捜索チームを編成しすぐに動け。あとは9尾、渦巻きナルトか。ここに来る途中で畑カカシと九尾の人中力に会った。まだこの鉄の国にいるかもしれん。まずはこの国から探してみろ。了解した。マダラの月の目計画とやらを阻止するためには絶対に8尾と9尾を渡してはダメです。だから8尾と9尾をこちらの連合軍で隠しておくのがベストだと思われますが。いや、マダラの持つ7体の美人が集まった力は想像もできん。そこでじゃあわしら忍び連合軍も8尾と9尾の美獣は戦力として計算した方がいいのではないか。それはダメだ。これは二人を守る戦争でもある。マダラが7体の美獣で戦争を仕掛けてくる理由、それは暁の現戦力でこちらの8尾と9尾を捕らえるのは難しいと考えているからだ。それに戦争で二人をおびき出すためかもしれない。わしも風影の意に同意だ。もしものことを考えれば敵の前に8尾と9尾をおいそれと出すわけにはいかん。わかりました。それでは彼ら二人は保護拘束ということでどうです、土影様。うん、土影殿、まだ何か不安が。あのマダラの態度が気になってな。よほど自信があるように見えた。実際相手の戦力は未知数じゃぜ。そんな奴らを人中力なしにどう戦う。8尾と9尾を拘束し忍び連合が2人を守ったところでその連合軍が全滅しては意味がない。だったら花から2人を参戦させ連合と協力戦を仕掛けた方が有利だと思うがの。それはどうかな。ん？
今ここに世界初の忍び連合軍ができつつある。その力もまた未知数。マダラが7体の美獣を使用するにもリスクがある。そうでなければ交渉を持ちかけたりはしない。向こうにも不利な条件があるのでござろう。それにこの戦争、我々侍も参戦する。土影殿、これでもまだ心配事が終わりか。はっ、ならあとはその連合軍を誰がまとめるかじゃぜ。その件については拙者的には雷影殿に任せてはと思っている。ほう、八尾は生きていると見て間違いない。雷影殿も前よりは冷静でいられるであろう。それに先ほどから皆をうまくまとめているし、対応策を出すのも早かった。そしてキーとなる八尾をコントロールできるのは雷影殿だけでござる。水影、風影はそれでええのか。今はここで揉めている場合ではありません。私は雷影様を信じます。雷影に任せよう。両天秤の大抜き、うちはマダラと唯一戦ったことのあるあんたの情報が必要だ。協力しろ。相変わらず命令口調で上から物を言うやつじゃぜ。じゃがこの戦争に負けるよりはマシじゃな。忍びの世がなくなればお前と喧嘩どころではないからの。いいだろう、協力してやる。これにて忍び連合軍結成。さあ忙しくなるでござる。Thank you.